男女問題研究家の山崎セミコです。本日の恋愛大学のテーマは、同じ人を好きになった割合 42% について考える件についてお勉強していきたいと思います。本日も恋愛大学助手黒姫ちゃんです。恋愛大学助手の黒姫です。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、セミコ先生、今回の相談なんですけれども、はい、春さん20歳女子大生の方からです。はい、私は今同じ大学の人が好きなのですが、どうやら私の友人も私と同じ人を好きみたいなのです。うん、私も同じ人を好きだと打ち明けるべきなのでしょうか、ということなんですけれども、セミコ先生、この、うん、まあ、同じ人を好きになるって結構あるみたいですね。うん、ありますよね。これだからデータで初めの、黒板で出てたと思うんですけど、はい、同じ人を好きになったことがありますかっていう割合で 42% の人がね、もう半数弱ぐらいがってことですよね。うん、半数半分よね。はい、ありますって答えてるんですよね。ここでどうあしらうかよね。そうですね。黒姫ちゃんどうする？いやー、でも相手次第じゃないですか、結局。うん、ここ難しいの。あるケースでね、こういう相談があったんです、前にね。はい、学生さんですよ。でずっとこう自分が片思いしている友人がいてね、はい、あの人がかっこいいかっこいいで相談してて、みんなで応援してたの、ね、応援してたの、はい、で話をずっと聞いてたんだけど、はい、その男の人が相談を、されてた側の女の子に告白したの。えだから好きな女の子には告白しなかったのね。ああ、うん。でもここで好きだ好きだっていう風に、はい、ずっとこう相談を聞いてて、はい、毎日今日は何々くんがなんか LINE くれたとかいう話を言い過ぎてたから、はい、その相談を聞いてた、はい、あの友達もまんざら悪い印象を受けてなかったのね。ああ、そうですよね。うん、で陰でこっそり付き合ったの。それめっちゃショックですね。ショック。まあこうなりゃ友人関係終わるよね。そうですね。で、まあ、学生さん同士だから正直言って、まあ、ブーイング走って、まあ言うなればはみごっていうのかな、はみられて、でも、まあ、交際はスタートしたんだけど、この辺考えたとしてね、私はね、まあ、公平に思ってね、略奪愛でも種類があると思うのね。今奥さんをいる人をこう奪い取る略奪愛、はい、で全く付き合ってない一人のフリーな男の人を、はい、好きだって相談を受けて、同じ人、まあ、この相談者さんもね、はい、あの同じ人を好きになっちゃったって、これってこのケースはそんなに罪じゃないと思うんだけど。そうですよね。どう思う、梅ちゃん。だって結局その、まあ、同じ人好きになってしまったからといって、相手の方がね、どうするかっていうところじゃないですか。二人とも振られちゃったりっていうこともあるかもしれないし、うん、そうなのよ。でそこで何の相談で来られたか言ったら、ひどいいじめ受けたから、あ、そこが苦しくてお相談に来られたの。あ、そうなんですね。だけどこれね、いじめたくなる気持ちもわかるけどね、もともとその人のものじゃない、ものって言うとおかしいけど、その人と交際してたわけじゃないから、ここは若い方のこうテーマじゃないかなと思うのね。そうですね。だから知っててっていうところがあれなんですかね。あ、そうそうそう、相談してたのに付き合ったっていうところね。ここはね、仕方ないといえば仕方ないよね。そうですね。まあ仲良くと友人関係を継続するのはね、難しいと思うけど、だけどここでいじめが入るっていうのはちょっと違うと思うな。そうですね。うん、だけどその同じ人を好きになって略奪愛ってことなんだけど、違うタイプの略奪愛は、はい、よくこうネット叩いたら、はい、奥さんがいる、はい、彼、はい、不倫ね、まず、うん、その不倫の彼を、はい、離婚させて、はい、自分だけのものにしたいというね。あ、これも略奪愛よね。そうですね。でも彼すごい難しいよね、略奪っていう言葉の感じが嫌よね。そうですよね。略奪ってね。だけど結婚、私ね思うんだけどね、できればですけど、なんていうのかな、不幸の始まりじゃないけれど、黒姫ちゃんも気をつけていただきたいんだけど、はい、いくらイケメンでもよ、はい、もう結婚してるって分かった時点でね、うん、もうね、人間、男と女っていうこう性別を分けるんじゃなくて、生きてはんねんなっていうね。人間として捉える練習した方がいいと思う。あ、もう結婚してるんだな、もう。そう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 。じゃあ無理だなっていう、そう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 、こう諦めがつくようにっていう。そうそうそう、もうこの人は男でも女でもない、生きてはんねんなって、呼吸してはんねんなってっていう風にね、私はした方が、訓練した方がいいと思う。そうですね。だってそうじゃなかったら、不倫
ってなかなかね、成就っていうのが、まあ、何が成就かって言ったら、その方が離婚しました、はい、でその、まあ、今付き合ってる彼女が結婚しますって言ったら、それが成就なのかもしれないけど、はい、すっごい非常に非常に非常に少ない割合です。数パーセントですこれ、はい、うん、もう1割未満切ってます。そういう風になるのはね、なるほど、だから成就なるっていうのはそういうということは、あの長い間苦しんで結局こう悶々と人にも言えないしって、あまりね、で変な話、自分の部屋でしか住んでない人もいてるの、黒姫ちゃん。ああ、なるほど、外に見られたらってことですよね。だから時々は映画にも行きたいんですけど、泣いてる。映画に行った時にそれ映画行ってるとかバレるとか、はい、あの誰かに見られることを恐れたりとかね、それでも好きだから合わせようとしてるけど、そういうのってちっとも楽しくないよね。そうですね、うん、楽しくないから、できれば不倫ってところに足を突っ込む、うん、前にこの人は男でも女でもない人間だと思うように自分を意識をね、こう寄せていった方がいいと思います。そうですね、結局好きになっちゃうともう抑えきれないってなっちゃいますもんね。でね、またね、略奪愛じゃないけど自分のことを好きだって言って絶対付き合うでしょ。で大抵ね、不倫が始まるきっかけのはね、その男の人からアプローチする場合が多いんだけど、嫁とはうまくいってないと、あー言うの、はいはいはい、嫁とはうまくいってないって言って、だけどここね、よく聞いてほしいのが、はい、嫌いになってから別れるっていうのは恋愛でもあるんだけど、結婚では嫌いになったからってすぐ別れられないのね。そうですよね、これ分かる、なんでか黒姫ちゃん、まあ、やっぱりあの慰謝料とかの問題とかも出てくるとか、うん、子供さんがいなくても、うん、結婚って何か言ったら、まあ、好き同士で一緒になってるのが今現代は多いんだけど、うん、親戚になるとか家族が増えるでしょ。あ、お父さんお母さん、で向こうのお父さんお母さんもいて、そういうことを考えた時に安易にね、急に席抜いたり、今の状況っていうのかな、会社に売ってる状況で、嫁さんいてますけど、彼女と別れた場合だったら、彼女と別れましたって会社に言わなくていいけれど、離婚した場合は会社に言いますよね。そうですね、そう、ここなのよね。なんかすぐにそういうのできないですね、離婚とかできない。それでもほら略奪しようと思って企んでる女の人もたくさんいてるんですよ。で私ね、あのこの人をどうしても欲しいと思った場合っていうのは、うん、黙って待っててもね絶対うまくいかないと思うね。そうですね、うん、だから一旦はね、そういうこう関係性を切ってね、相手に自分がどれぐらい大切かっていうね、離れてみてで思わす方が、まだ可能性は、略奪できる可能性はあると思う。なるほど、うん、尽くしても尽くしても相手がほらこのままの状態でいいと思うから、それだったらあの一旦ね、もう涙を飲んで離れてみて、相手が、本気になってこっちに向かってこないんであれば、その略奪愛は、成功しません。ずるずる関係続くのも嫌ですもんね。そうそう、だから結局嫁さんはその人のこと好きなのかどうかわからないけど、あのご主人さんのこと、その彼を好きで2人の女性が、まあ、1人の人を好きっていうことやけど、だけど独身同士の場合はこれはね、同じ人を好きになると大いにありますから、ここはだから本当に好きになったらね、私は諦めなくていいと思います。そうですね、結局自分の心に嘘つくのは良くないですもんね、うん、だからそこでね、あの友達にごめん、私も好きになったって言ってもいいんじゃないかな、うん、もうごめんねって言って謝ることもないんだけど、聞いてたけど私も好きになっちゃったって言って、そこで関係こじれたら、正直言ってそこまでのあのご縁なんです、そのお友達とはね。そうですね、そういうふうに思ってその方が、生きやすいと思いますんで、皆様自分の気持ちに正直になって、進んでもいいんじゃないでしょうか。ということで本日の恋愛大学終了したいと思います。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。